こんにちは、不器用女子のてんてんみみです。今日ご紹介するのはこちらのかわいい蝶々です。簡単に折れますので皆さんもぜひ折ってみてください。準備していただくのは15センチ ×15 センチの折り紙です。こういった無地の折り紙でも折ることはできますが、柄がついている千代紙なんかで折るととっても可愛くできますので、ぜひそういった紙でも折ってみてください。裏面を、まずこちら側にして半分に折ります。真ん中の線に合わせて上下を谷折りで折り合わせます。次に ここで中心ですね。中心を折り曲げて谷折りでまた折っていきます。ここの中心線に合わせて左右を谷折りで折っていきます。左右両方とも真ん中で谷折りで折り合わせます。皆さんできましたでしょうか。では一度広げて真ん中の線を中心に広げていきます。真ん中の線で広げて、このように折れましたでしょうか。では、こちら側も同じように開いて折っていきます。はい、できましたでしょうか。この形になりましたか。では、こちら側をこのような形で折ります。次に真ん中で折り下げます。こうですね。あ、ごめんなさい。こちらの面を内側に来るように折ります。こうです。ここで蝶々の形がなんとなくできてきたのがお分かりいただけますか？ではこの真ん中で半分に折ります。次に斜めに谷折りで折り上げます。こうですね。反対側も同じように斜めに折り上げます。これで蝶々の大体の形ができました。あとはこの羽の部分を
反対側で羽の部分を折っていきます。反対の羽も折っていきます。折ったものをここの間に入れて戻すと裏返した時に綺麗になります。この端がペラペラとならずに内側に折り込むことで蝶々の羽が綺麗に安定します。あとはここの部分も折ります。こうです。ここですね。このようになりましたでしょうか。最後は蝶々の下の羽も折り上げて端に合わせて内側に折り込むと端がペラペラと浮かずに、このままですと浮いてしまうので、わかりますか、ここがペラペラしてしまうのでここに折り込みます。反対側も同じように折り込みます。折る箇所は羽とこの内側の部分と下の羽です。これで蝶々は完成しました。とても簡単にできますし可愛いですので、ぜひ皆さんも蝶々折ってみてください。てんてんみみでした。